と心身よく、とてもリフレッシュして、書いていただくことができるかと思うんですけれども、さらに心身よく、体のためには、深呼吸をしていただいて、軽い運動をしていただくと、体の隅々まで、その何て言うんですかね、香りの成分が入っていって元気になるというふうなことを、テレビで言っておりました。でこの、森林浴のその源となりますのは、たくさんこの雑木林で、たくさんの種類の木が、1400種類以上の木が谷川だけにはあると言われております。その、木たちが自分の身を守るためにですね、害虫から身を守るために防上反応自分を守るために揮発性の香りを出すそうです。その揮発性の香り、ペンテル系の香り、ペンテル系の香りというんだそうですけれども、その香りが、合わさって、このようなとても複々とした、香りが楽しむことができます。